さあさあさあ、シャークネード2です、シャークネード2。まあ、ワンカット目から活かしますよね。もうね、飛行機を、こう、サメに見立てるという。飛行機をサメに見立てると、あのワンカット目からもうね、見る価値ありです。もうね、前回申しましたけども、シャークネードシリーズは1から6まであるんですけども、その1から6までのそのカテゴリー2とタイトルされました。このカテゴリー2、シャークネード2ですね。こちらね、まあ、解説しますと言ってもですね、解説することは、そんな、特にないです。もうね、物語性はね、ほぼ皆無に近いです。しかし、見る価値はあります。シャークネード2。これね、映画ファンとしてね、これを逃していたら、ちょっともったいないですよね。シャークネードはね、ぜひぜひね、皆さんの映画ファンと名乗るのであれば、ぜひですね、通っていただきたいトンネルです。シャークネード2ですね。無駄に気持ちを盛り上げる、この飛行機のワンカット目からですね、笑っちゃうほどの衝撃展開です。もうね、これね、なんか見たことあるな、この、なんかあれ、なんか見たこと、スネークフライトですかみたいなね。もうスネークフライトのようなね、パッとの飛行機パニックから始まります。このシャークネード2なんですが、まあ先ほど言いました物語性はほぼ皆無です。舞台はニューヨークになりますけども、前回1よりもですね、2の方が派手な映画にはなってますが、物語性はもうないですね。おバカ度はすごい上がってますけどもね。まあ実にね、シャークネード1で味を占めたのかですね、無駄にですね、まずオープニングがおしゃれになってます。このおしゃれなオープニング。似てるといえば、デビッド・フィンチャー監督のパニックルームのオープニングには似てるんですが、まあよくあるね、使い古された感じでも、このビヨーンって飛び出してくるあたりはね、ちょっとね、B 級感感じるかなと思うんですが、まあオープニングから非常におしゃれになってます。そしてね、サメを伴う南風が来ますっていうね、天気予報でね、この作品をどういうテンションで見ればいいか解説してくれますよね。もう天気予報がね、まあ見た方はすごいわかると思うんですけど、天気予報が随時に笑わせてくれるので、非常に高サメ率とかね、高サメ量とかね、独特の日本語で、日本語吹き替え版とか、すごい笑わせてくれるんで、天気予報も、そういう意味でもね、やっぱり随所に見る箇所あるんですよ、シャークネード2。シャークネードカテゴリー2から正式タイトルは。うん。球場のシーンとかね、球場のシーンも、もう本筋とは関係ないところで見応え満載です。おじさんがサメをホームラン、おじさんがね、サメをホームランです。おじさんがサメをホームランです。何言ってるか分かりませんが、おじさんがね、球場のスタンドでね、サメをホームランするシーンがあるんですね。もうこれだけでもね、かなり見る価値ありますよ、本当に。すごい最高のシーンです。サメ以外にも襲われるんですよ。今回ニューヨークです。ニューヨークといえばあれですよ。こういうやつね。こういうやつに襲われるんですよね。本当ね、もう今後ね、自由の女神を見るたびに、自由の女神って言っちゃいましたけど、自由の女神を見るたびにね、シャークネード2を思い出すんじゃないかっていうぐらいの自由の女神でファイナルディスティネーション展開があります。まあもうね、お約束になってくるのかな、まあ6まであると。楽しいファイナルディスティネーション展開もございます。サメ以外にもですね、悪ふざけは実に過ぎる映画なんですけども、通称ワニワニパニックというのがね、地下鉄のね、方々はね、ミスリードと言っていいんでしょうか。ミスリードほど重要なものではないような気がするんですけども、通称ワニワニパニックというワニのですね、ワニの大事件も起きます。はい。で、さらにですね、移動手段がなくて、ターザン的なことでですね、ロープを使ってターザン的なことで移動したりするシーンがあるんですけども、主人公だけね、もう置いてくぼり食らうんですよ。もうみんな移動した後に、主人公だけ移動手段がなくなってですね、主人公は何をするかというとですね、水面に浮かぶサメの背中をぴょんぴょん渡るシーンがあるんですけども、これがね、まだね、ドンキーコングかっていうね、ほんとね、わかる人の世代ではね、さらに、風雲竹市場のですね、龍神池みたいなこと、龍神池ですよ。ジブラルタル海峡感覚的に、風雲竹市場の龍神池のような手法でですね、脱出するシーンもございます。ぜひぜひね、こちらも見どころです。まあ、もう見どころ満載なんですけど、ストーリー性は皆無でずっと逃げ回ってるんでね。龍神池シーンの他にもですね、もう無害なジンベエザメにやられるシーンとかですね、ジンベエザメは無害なのに、あんなことでジンベエザメの犠牲になってしまうのかとかですね、ニュースのね、アナウンサーとコメンテーターかな、多分その関係性ですね、シャークストームじゃない。シャークネードだっていうシーンだけど、これも素晴らしい。もうシャークネードっていうネーミングですね、アメリカ人全体の誇りを持ってるかのようなですね、ツッコミどころ満載なんですけども、その、やっぱね、その、先ほど申し上げました、天気予報と、
アナウンサーのコメンテーター、まあ非常にね、天気予報的なこと、テレビの電波を使った的なことはね、非常に効果的にというか、効果的にまあまあ使われたりします。まあただテレビでね、降雨量とか、積雨量とかね、まあそういう単語を使って笑わせるとか思いきや、ちゃんとですね、テレビ局のシャークたちがね、襲ってくるんですよ。テレビ局のね、テレビ生放送中にサメが入ってきてしまった時にどういう対処をするか、これね、見てない人はね、実にね、見どころの一つだと思いますよ。サメがどういう、サメに対してね、生放送でサメが襲ってきたらどういう風に対処するのか。もう一作目でね、何でも受けたからね、もう何でもあり状態だろうっていう、何でもありの状態です。本当に物語性はほぼないので、もうただひたすらですね、サメ、対サメのアクションを楽しむ映画になってるんですけども、もうね、なんかね、制作者はね、無理やり感動させようとするのかですね。まあ、一作目から続く主人公の方がいるんですけども、その人にね、なんと、車の上で演説させます。この演説シーンがね、また無駄に素晴らしい。もうね、なんだろう、インディペンデンスデーだなと。インディペンデンスデーの、大統領の演説なのかなっていうぐらいね、これでまだ馬鹿にできないんですよ。こういうふうなね、展開に持っていくまでにね、もうね、いろんな積み重ね、もうアホみたいな積み重ねがあるんですよ。でもですね、この演説シーンにとどまらず、このね、いよいよこの演説シーンのところでですね、主人公はですね、チェーンソーを持つわけなんですけども、そのチェーンソーに対してね、スイート、バッチリだ。スイート、バッチリだっていうセリフを出すんですね。スイート、バッチリだ。いい翻訳じゃないですか、いい字幕じゃないですか。さらにですね、この、壮大なオープニングでですね、この女性の手首からガブッとサメに食われるんですけども、その手首にね、こうなんかつくだろう。この絵がその手首から僕から目がなくなったらなんかこの絵に武器はつくだろうという想像は多分みんなできるんですよ。でね、案の定その期待に応えてくれるんですよ。しかしね、この絵もね、そのさらに斜め上を行くんですよ。このね、ピストルを取り出すところとかね、計算されつつ、ただ単にこういうシーンを思いついたからこのシーンに、このシーンだけで2作ろうぜみたいなノリになったのかっていうぐらい、斜め上を行く爽快感があります。このシャークネード2の。本当にね。いや、見てよかった感がある。テレビ映画ですよ、たかたかね。それでもね、やっぱね、見てよかった感がある。映画ファンでよかったなっていう気持ちになれる。そんなね、シャークネードでございます。はい。無駄に荘厳な演説シーンの後にはですね、台風の、ブワーッと、このトルネードの中に主人公も入ってですね、このサメロデオが見えます、さらに。サメロデオですよ。ロデオってわかります?馬に乗ってね。こうやってか。あれはね、サメロデオというかね、サメサーフィンですよ。サーフィンっていう振りがこのサメに来てるのか。主人公の男はサーファーだっていう振りが、このシーンに来てるのかっていうね、この爽快感。またね、素晴らしいですよ。はい。手を貸すわ。先ほど言ったね、この斜め上行くシーンは、この手を貸すわっていうシーンにね、こうしてるんじゃないかと思うぐらいですね、このこと細かに見て、ね、いただきたい。はい。前編ね、最初から最後までクライマックスです、こちらのシーン。本当に。物語性がないので、ずーっと突っ走る映画です。シャークネード、カテゴリー2。ぜひご覧いただいて。ぜひご覧いただいて楽しんでいただきたい。僕はこれから3見ますんで、3の感想もその後ほどお上げいたします。それでは皆さん、バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。